1>, 1、マンハッタン、2、ブルックリン、3、クイーンズ、4、ブロンクス、5、スタテンアイランドニューヨーク市の近隣住区は、ニューヨーク市の5つの行政区をさらに細かく分けた地区のことである。各近隣住区の名前や境界は公式には定義されておらず、時代や人によって変わり得る。ニューヨーク市は、ブロンクス区、ブルックリン区、マンハッタン区、クイーンズ区、 そしてスタテンアイランド区の5つの行政区に分かれている。スタテンアイランドのオールドタウン近隣住区へのウェルカム標識ニューヨーク市は複数の近隣住区でコミュニティボードという地方自治体を設けている。以下に各コミュニティボードの面積、人口、人口密度及びおおよそのネイバーフットの構成を示す。アマチュアマップムエーカーズレシャベネイバーフッツバイマイケルエム、グリーンボーム、 ニューヨークタイムズセプテンバー9 2012ありがとうございます。